いろいろ日本語リュートーク。皆さん、おはこんにちは、リュートです。いろいろ日本語リュートークへようこそ。リュートークは日本語学習者さん向けのポッドキャストで、日本語を使い、いろいろなトピックについてカジュアルに話していきます。それでは今日も一緒に楽しく学んでいきましょう。2024年5月18日土曜日です。皆さん、おはこんにちは。今はですね、携帯と iPhone のね、携帯とパソコンの中にあるデータの引っ越し作業をしていました。 SSD というなんかそのハードディスク、写真とか動画とかそういうデータをね、入れておく倉庫みたいな、ストレージみたいなところに、今データをねぶち込みまくっているという作業をしてるんですけど、結構ね、僕まあカメラマンっていうこともあるから、もうめちゃくちゃ写真と動画があるんですよ。ほんとそうなんですよ。それがね結構大変でね、まだもう1時間ぐらいやってるかな、1時間やってるけどまだ半分いってないかな。その作業がね今すっげー大変って思いながらやってて、まあそれやりながらね、ポッドキャスト撮れるし、ポッドキャスト撮るかとか、あと YouTube のね、英会話の動画を見ながらインタビューしてる動画とか見てました。なんかオーストラリアのビーチに行ってる YouTuber の人が、なんかお年寄りの人に、今お年寄りだけど若い頃の自分にどんなアドバイスをしますかっていうインタビュー動画を見てて、ふむふむ面白いなって感じながらね、ちょっと英語のアクセントもちょっと気になってたから、そういうのを聞きながらもね、楽しんでおりました。なんかね、英語学習に関してね、最近全く自分でね、ペンを持って勉強しようっていう風にはやったこと最近ずっとやってないんですよ。多分この5、6年ぐらいかな。なんか勉強という勉強よりかは、僕はなんか本当赤ちゃんが大人になっていく時みたいな勉強方法をやっていて、自然に覚えていく言葉を結構学ぶようにしてて、まあそれってやっぱさ、友達とか家族がいるのが前提でね、必要になってくるんだけれども、僕の場合はね、ありがたいことに外国人の友達とかも結構いるから、インターネットにもいるしね、そういうので喋ってる中で、今のなんていう意味なのとかね、そういうのをね、リュートイングリッシュメモに分かんなかったらすぐ入れるようにしてるかな。まあそうやってなんか教科書とかを使って英語を勉強するというよりかは、もう本当に行き当たりばったりで出てきた言葉を覚える感じ。アストロノミーって何？最初なんかアストロノミーってなんか食べ物かなって思ったんだよねイタリアン料理かなと思ったら天文学っていう全然違うし、最近何覚えたかな、プレコーションか、プレコーションは予防っていう意味だし、あと離れたりくっついたりすることはオン&オフ。あと、これも面白い言葉なんだけど、アルゴナイト。ちょっと発音がうまくできてるかわからないけど、これは危険だけど行く価値がある冒険に行く人のことを言うらしいですね。このアルゴナイト本当に気に入ってて、先週の金曜日にね、友達から教えてもらったんだけど、まあこのアルゴナイトをこのリュートイングリッシュメモに入れて、あ、ちょっとこのポッドキャストで僕がなんで9月からニュージーランドに行くのかについて、まあ、日本を離れる理由について話したいなっていうふうに思ったきっかけです。今日はそんなね、アルゴナイトの僕の話をちょっと聞いていただけたらと思います。まずね、なんで僕が日本を離れるかと言いますと、日本が嫌いだからです。
嘘です、すいません、嘘です、日本大好きです。だけどなんだろうな、田舎にね、田舎にずっと住んでて、それが結構もうね飽きてきたんだよね。もうボーッですよ毎日。なんかその毎年ね、あの僕にとって新しいその趣味とか、あの刺激があることって何かしらがね起きるんですよ、楽しいことが毎年ね。でもだんだんとね、もう行ったことない場所もなくなってきたし、やったことないこともほとんどない気がするの、普通の人に比べてね。あの新潟県っていうところに住んでるんだけど、新潟県の観光地とかも本当にマイナーなところまで全部、大体全部行ったやった、大体経験しちゃった。で新潟県外のその他の都道府県、プリフェクチャーとかね、全部全部じゃないけど日本ほとんど行ったんじゃないかな、まあ、大体有名なところは行ったかなっていう感じですね、うん、北海道も大阪も沖縄も全部上と下も行ったし、都会も大体、あんまりね僕都会とか行くキャラじゃないんだけど、まあなんせね大体日本でできる大きな経験はやったかな。なんかなかなか思いつかない、その興奮するようなイベントというのが、まあそんな理由もあるし、あといくつかあるとしたら、そうだね、日本を離れたいと思った理由は、まあ日本を離れる理由は、まあ2019年にね、僕のお父さんが亡くなって、前のもねポッドキャストで話させていただいたんですけども、僕のお父さん亡くなったのが2019年で、まあ心臓病だったんだけど、その時にお父さんがね、あの後悔すんなよって、あの人生一回きりだからやりたいことをやるんだよっていう風に言ってくれたんですよ。まあお父さんすごく若かったからさ、本当に39歳だったかな、39だよ、やばいね。今僕が26歳なので、はーって感じだね、本当に13年後ですよね、合ってる？合ってるね。13年後に本当に意味がわからないと思う。なんかまだまだじゃないですか、若いしさ。でその時にね、僕の中で結構スイッチが入って、まあ外国とか、なんだろう、自分が体験できるところにもっともっと行ってみようって思った。でその中でもう、そのスイッチが入ってから、もう日本の中でもなんだろうな、俺が興味あるのは登山とかね、あと冒険とかゲームとか音楽とかだから、まあ、ジャズのイベントに行ってみるとか、まあ、釣りをやってみるとか、行ったことない山に登山に行ってみるとか、なんか本当になんだろうな、自分の興味のあることは片っ端からやってきたんですよ。でもその選択肢、オプションのね選択肢も結構少なくなってきたんだよね。やっぱもう6年、それから6年経っていろんなことやってきて、なんだろう、遊びまくってきたんですよ。割と自信がある、結構遊んできたと思う。仕事もねやってきたけれども、なんかすごくいいキャリアとかもないのね。僕はもともとホテルで働いて、ホテルやってから電気工事っていうラインマンの仕事、あのホテルマン and then ラインマン、なんかエレクトロシティ、なんか電気の仕事をやってラインマンやって、その後にあの工場だね、なんかもうシュガーファクトリーというかスイートファクトリーかな、お菓子の工場で働いて、その後にまあ親父、お父さんが死んだから、あこのままじゃまずいなってなって、休みを取って東京にね行って、その時に友達、外国人の友達と喋って、まあ、海外の良さとかがね影響を受けたんだけど、ごめん前振りが長くなっちゃった。そう、それで2019年くらいから、まあいろんなことがあって英語を喋る機会が本当に増えたんですよ。で英語はね、そんなに別に喋れるわけじゃない、
喋れるけどコミュニケーション取れるけど、なんかその資格とかも取ってないし TOEIC のテストとかも受けてないの。本当に自分が友達と喋る、楽しく会話するためだけの英語を身につけてるって感じです。だから実際ね、この後ワーキングホリデーでニュージーランドに行くわけなんだけど、実際これでね仕事できんのかなって本当に今正直自信ない。自信ないけどこれで友達できてきたから、ずっとねこの6年間は本当にたくさんの外国人の友達ができたと思う。この完璧じゃない英語でもね。っていうかいつ完璧になれるの？多分一生完璧になんてなれないと思うから、このなんか6年間の俺の英語で自信がついたのは完璧じゃなくていいんだなっていうところ、ミスしまくることが大事って思った。うん、まあそんなこともあって結構海外行けるんじゃねもうっていう自信がある、その状態。そして特にね、去年すごくキーワードとトリガー、去年の7月にトリガーになったきっかけになったイベントがあって、それが富士山に登ったんですよ。友達、まあ外国人の友達ね、何人くらいいたかな、10人ちょっといたかな、12、3人でね富士山に登ったんですよ。で日本人が僕と僕の彼女の渚と僕の親友のコウタくんっていう日本人のとこね、まあその3人で、3人プラス外国人が10人くらいだったかなのメンバーで行ったんだけど、ああ本当にねすごかったな。何がすごいって景色とかじゃないんですよ。なんで俺たち富士山登ってんのっていうところ、一緒にその外国人のね彼らと、どうして俺は山頂で一緒に星を見てるんだろうみたいな、山頂じゃないか、山頂付近のところでね、本当それが面白かった。不思議だと思ったのが、まず俺たち日本人はまあたまたまねそこにいただけなんだけど、彼らって本当にその彼らの地元、僕たちでいう新潟県とか、あとは家族とか恋人、あと友達とか、もしかしたら犬を飼ってる人も犬もね置いてきたかもしれないし、車が大好きな人は車も置いてきたと思うし、なんかその地元のね向こうのアメリカ人の友達が多いんだけど、アメリカにさその自分の大切なものを置いて日本に来たと。でその彼らがね10人くらいいたわけだけど、それぞれ別の場所から同じような道のりで新潟県に集まって、でそんな彼らと一緒に富士山に行ったわけですよ。面白くない？本当になんか富士山に登ってるっていうよりかは、なんか奇跡の上に立ってるっていう感覚だったわけよ。なんか僕はずっと昔から物を捨てられないタイプで物っていうか大切なもの、友達とか家族とか地元とかそういうつながりって本当に何だろう、好きなんですよね。ずっと取っておきたいもので、まあ捨てるつもりもないんだけど、ただその彼らのその行動がさ本当に勇気があるなと思ったんですよ。なんか鋼の錬金術師っていうアニメ、フォーメロアルケミスト、そんな感じだよね冒険をする、経験値を手に入れる、 EXP を手に入れるために、なんか今ある自分の生活を全て捨ててサクリファイスして生贄に捧げてその冒険に行くっていう姿が、俺は本当になんか、こいつらアニメのキャラクターなんじゃねって思った。もしくはゲームの主人公とかさ、なんなんこいつらめっちゃかっこいいなってしびれたわけですよ。僕はね今までそういうことしてこなかったからさ、日本の新潟っていう田舎の県からね引っ越ししたこともないしさ、東京にも住んだことない本当に田舎の人間なのね。でもなんかそんな俺と一緒に登ってくれてるっていうのも嬉しかったし、そうだね、まあその彼らを真似したいなって思ったのも本当大きな理由の一つですね。まあ日本を離れる理由だから、僕はそのねさっき話した
田舎の生活に飽きちゃった、まあ2019年から英語を喋ってもう6年経った、もう大丈夫なんじゃないのっていう自信がついた、2つ目ね。で3つ目がこの富士山で、富士山という奇跡の上に立ったっていう話。あとはなんかまあお金の問題とかもあるけど、フリーランスとして生きていきたい。なんか今後さ、まあ会社員の仕事ってもう嫌だなって思ってるんですよ僕は。自分で去年からフリーランスとして仕事を始めて1年間生き残ったんですよ、サバイブしたんですよ。これを続けたいって本当に思う。でそのためにどうしたらいいかって思ったら、多分挑戦をやめないことだと思う。フリーランスになる時って俺仕事をただ辞めて、あなんか会社行きたくないなみたいなネガティブなところと、実はねまあ、これやってみたいな、でもお金どれぐらいもらって生活ができるかなとかさ、そこまで全然最初は考えてなかったんですよ。ただなんかお金稼がなくてもいいから、自分の好きなことをしてご飯が食べれたらいいなっていう感覚でフリーランス始めたのね。その挑戦は本当に怖くて、3ヶ月ね、なんか多分何もビビってずっと考え事ばっかしてるような状態だったんだけど、やってみてよかった、本当に。この挑戦は人生で一番大切だった2023年の一番でかい出来事かな。うん。まあそういうね、次の挑戦って何にしたらいいんだろうな。挑戦を続けることは多分きっとドラクエみたいに経験値を手に入れてレベルアップする要素だと思うから、将来さ、まあ勇者とかヒーローみたいにならなくていいけど、映画に出てくるような、なんかそのいっぱい自分のストーリーを語れる謎のおっさんになりたいのね。なんか70歳とかでさ、なんか公園で日向ぼっこしてるおじさんが急になんかその公園に来た子供にさ、あそこのニュージーランドの火山はよ、すげえ噴火することがあってよとか、アメリカのなんだアラスカってとこにいるとこの氷山でよ、昔のマンモスの化石を見つけたんだとかさ、なんかわからんけど、なんだろうな、普通の人間よりかはちょっと面白い話ができるおっさんになりたいんですよね。そのための挑戦かな。うん、多分これが俺のやりたいことだと思う。自分の人生をもっと面白くするために経験値を身につけたいかな。でその一つ、最初にニュージーランドに行くって感じかな。まあその日本を離れる理由っていう今日のテーマですけどね。うん、改めて言うと4つ。まず地元に飽きた、日本結構楽しく過ごしちゃった、まだあると思うけど、まあ日本にまずとりあえず飽きた、田舎に飽きたでしょ。2つ目がまあ英語6年喋ってきて、だいたい結構コミュニケーション取れるようになった、自信が、英語の自信がついた、2つ目。で3つ目が、富士山の上でなんか奇跡を感じた、これ外国人の友達みんなみたいになりたい、これ3つ目。4つ目が挑戦をし続けて面白いエピソードを話せる謎のおっさんになりたいこんな感じでしょうかね、僕が日本を離れる理由。9月からニュージーランドに行くけど、これでビビってね、失敗とかしてすぐ帰ってきたらみんな笑ってね。ちょっと俺も本当にビビってるけど頑張りたいと思います。続いて、リュウトの疑問を紹介します。疑問というのはまあ質問と一緒で、リュウトが考えているクエスチョンのことですね。うん、今日の疑問はですね、ニュージーランドってどんなところやねんです。はい、9月からニュージーランドに行きますけど、正直全然分かってないです。なんかとりあえずみんなに紹介できることがあんまりないけど、分かってる、俺が分かってることをちょっとみんなに紹介したいと思います。3つ紹介するよ。まずニュージーランドというのは北島と南島に分かれている日本みたいな島国だそうです。北島っていうところに
国際線というインターナショナルエアポートがあって、最初にニュージーランドに行くときにまず北島の空港に降りるそうです。一番有名な大きな都市、あの町はオークランドという町で、僕は最初そこに、しばらく行こうかなと思ってます。もともとは南島っていう方に、住んでみたいと思ってたんですね。なんでかっていうと、南島には本当に綺麗な山とか、あの湖とかがあってね、なんかロード・オブ・ザ・リングみたいな、ホビットみたいな、あのファンタジー系の景色が広がってるそうです。僕は最初はそっち行きたいと思っていたんだけど、なんか最初からそっちに行ったらあんまりなんか興味なくなっちゃうと思うのね、都会に対して。だから僕はあの田舎と都会だったら田舎派だから、なんか一応ね都会を経験しておこうかなって今考えてる。まあオークランドってところかウェリントンってところに住もうかなって最初ね、だいたい半年くらいかな。その後に南島の方に引っ越しして、多分クライストチャーチっていうところかクイーンズタウンってところに住んで、まあ旅をするかなって考えてる。あとまあ安全面だかな。安全面、日本人ってね、なんかね、俺が海外行きますってインスタグラムとかで言うと、みんな、え、そこ大丈夫なの、安全なのとかさ、なんかねめちゃくちゃ安全とかを気にする人が多い気がする。日本人だけじゃないと思うけど、日本が安全だからかな。最近安全じゃない気もするけどね、どこもおかしくも。まあ、ニュージーランドはそういう犯罪率も少ないらしいですし、なんか安全な町とは、安全な国だとは聞きますけどね。だけど、なんかマフィアなんか日本のヤクザみたいなマフィアがいるっていうのは、ニュージーランドの友達から聞きました。どこで会えるんでしょうかね。あんま会いたくないし怖いんだけど、なんかいるらしいですね。銃とかあんのかな。ちょっとし詳しい方いたら教えてください。あとね、ラグビーとマオリがすごい有名ですよね。僕ね、あの高校生の時ずっとラグビーやってたんですよ。ポジションはスタンドというポジションとフルバックというポジションをやってて、まあなんかラグビーってさ、大きい人がいるのと細い人がいるんだけど言い方悪いな、太めというかぽっちゃりしてる人たちは割と前線でね、なんか戦ったりするけど、フォワードっていうんだけど、細めの人たちはバックスっていう後ろの方で、まあ走ったりする役割が多いです。僕はその細い方のバックスってところでボールを最初にもらう役割とか、あとキッカーの役割、キックをする人の仕事をやったりしてましたね。まあ鎖骨を折ったこともあるから、すごいちょっといろいろあったスポーツではあるんだけれども、そう、ニュージーランドは多分世界で一番強いんじゃないかな。まあなんかイギリスの方もすごく強くて、俺の好きなレイドローという選手もそっちにいたりするんですけども、ニュージーランドはオールブラックスというチームが有名で、まあね、マオリという民族もね、ネイティブの人たちがまだいるし、その民族の方々の文化であるハカという踊りも、ニュージーランドといえば有名ですよね。そのハカについても僕はニュージーに行ったら勉強したい、学びたいって思ってる文化の一つです。まあ疑問ね、どんなところっていうテーマなんだけど、僕はこのね、北島、南島ってあるよね、安全だけどマフィアがいるらしいよね、ラグビーとマオリが有名だよね、それしか知らないんだよね。多分これみんな知ってると思う。逆に何が他に何あるって感じ、わかんないんですよ。ごめんね、ニュージーランドの人、失礼だったら本当に申し訳ない。僕の情報不足です本当に。なんだろうね、スナーパー、日本でいうマダイ、赤い魚とかいるらしいです日本にもいるけど、それが有名ねって友達が言ってて、あとキウイっていうなんかちっちゃい鳥もなんかいるみたいだよ、たくさん。なんかサンクチュアリーっていう特別な保護施設というか保護区域か、そういうサンクチュアリーというエリアに
そういうたくさんの動物とか鳥とかが生きている生息しているようですね。僕がニュージーランドでやりたいリストにもね、そういうなんだっけな、緑色の鳥、名前忘れちゃったんだけど、3文字ぐらいのなんだっけな、なんだっけな、なんかパロットみたいな忘れちゃった、なんかそういう鳥とかも珍しい生き物がいるので、まあ、日本とね、あのニュージーランドの動物って多分違うと思うから、そういう生き物探しもね、やりたいことの一つだと思う。まあ僕の疑問的には、どこにそいつらがいるのとか、仕事探しどうしようとかね、結構リアルなところ、まあ全部分かってたらね、楽しくないから、分かんないなりに楽しみたいと思います。うん、これから僕の冒険が、9月からね、僕のニュージーランドの冒険が始まるって思うと、怖いけどワクワクするな本当に。皆さんもね、なんか冒険どんどんしていけたらいいんじゃないでしょうか。頑張って楽しんでいきましょう。お届けしてきたリュートーク、そろそろお別れの時間になってしまいました。今回は日本を離れる理由、あとニュージーってどんなところやねんってことだったんですけど、いかがだったでしょうか。本当にね、僕が今気になってることについて話してて、ちょっとね、話が長くなったり重複してしまう、同じことを2回言ってしまうようなことがあって申し訳ありませんでした。まあでもね、なんだろう、僕のポッドキャストを聞いてくれてる人は多分だけど、今エピソード21かな、で多分ニュージーランドに行ってもポッドキャストを僕は撮ると思うので、多分行った先で何が起こるか分かんないけど、多分トラブルに巻き込まれたり、まあ大きな失敗をしたりするので、なんかこのエピソードがニュージーランドに行く前のエピソードとして、なんかコンペア比較できるから面白いかなと思いますけど、楽しみにしてくれると嬉しいな。うん、いやどうなるんだろうね、忙しくて撮れないとか言ったら怒ってください。頑張って撮りますよ、ニュージーランドでもポッドキャスト。結構ね、あの日本人の方とかも聞いてくれたりしてて、最近なんか英語でも喋ってみたいななんて思ってて、もしかしたら次の回で、もしかしたら英語で喋ってみるのもありかなってちょっと考えてます。まあ、何のためって、僕のためですね。なんかもう皆さんのためのリュートークではあるんだけど、僕のためにもちょっと英語の練習としてほら、ニュージーランドに行く前のリュートの英語とニュージーランドに行った後のリュートの英語は違うんじゃないのみたいな、そんなのをね、考えたりしております。まあ、なんかいろいろね、今後も挑戦していって、皆さんと一緒に言語学習していけたらと思いますので、今後とも引き続きよろしくお願いします。続いてお知らせのコーナーです。リュートークでは日本語の会話レッスンも募集しています。1対1のプライベートレッスンです。グループレッスンではないので、たくさん日本語を使うことができ、生徒さんの好きなトピックについて話すこともできます。テキストや学校では身につかなかった自然な日本語を話せるようになりましょう。番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。ふざけた内容でも構いません。番組概要欄のメールフォームからガンガン送ってください。また、インスタグラム、YouTube のフォローもお願いします。ということで、また次のエピソードで会いましょう。またね。